こんにちはこんばんは、ダイスチャンネルダイスです。ということで、今回は自作パソコンを武器をダイスが作るということで、マザーボードにグラフィックボードを取り付ける作業からやっていきます。購入してきたのは、えっと、3ギガの JFORSE1060 です、はい。これをケースの中に、もうすでに取り付けたマザーボードに挿していく作業からやっていきます。今回でラストになるんですけど、今までの作業をご覧いただいている皆さんには分かっている通り、 分かってもらいたいいいたと思います私の不器用さ加減はい、自分でねその時やっていた時には必死で全く分かってないんですけどこう見直してこう当てりこをするときはこう見るじゃないですか映像私ってめっちゃ不器用なんだなっていうのを改めて実感しましたはいで今回はですね、えっと、グラフィックボードを取り付けるんですがマザーボードの取り付け位置はこう マザーボードにプロって、PRO って書いてあるところの上下のどちらかのスロットルになるんですけど、上のスロットルに取り付けします。はい、現在はですね、マザーボードを、あ違う、グラフィックボードを箱から出してやるところからですね、グラフィックボードを見るのは初めてだったもので、あこんなに基板があるんだなっていうふうに、ね、びっくりしながら取り付けました。 <laughs> で、そのあと最後はあの配線をするっていうのとかも残ってるんですけどまあ何いかんせん必死なものでいっぱいいっぱいですはいあとね箱開かなくってコードさんに出してもらったんですけど結構ね硬くってあのー、箱のね開け口が開かなかったんですよねしっかり入ってるんだなーっていうのにもびっくりしましたでえグラフィックボードもこのマザーボードと同じくその 静電気が起きても大丈夫なようにっていう風なのが施されてる、えー、と袋に入ってました。で、ここをね、開けるっていうので、あの位置確認してから開けなきゃいけないのに、あのやらかしたんですよ、先に言います、やらかしました、今回も。うん、これね、あのー、爪折りっていうか、やるんですよね、で、2箇所目、上から何個かあって、ま、2個目だろうっていうのを見て分かって、そこをね、取ったんですよ、2個目を取ったの。 で、この、えー、グラフィックボードを差し込む。それをね、一生懸命ね、こう見ながらやったんですよね。脇の方が確認して、高さがあるから、これを開けていくんだな。そうだよね。って言いながらこう確認したんですけど、まあ、やらかしてるのでね、見ててもらうと、そこやらかしたんだっていうところに多分ね、びっくりすると思います。私も自分でやってびっくりしました。 本当に。うん。で、ちなみにこう、あの、基板とかね、あの、あるものを普通にこう、机の上に置こうとしたら、もうそうやって置かない。ちゃんと、スポンジあるんだから、その上に置くのって言って怒られました。すいません。<laughs> <laughs> 裏情報ね、結構ね、っそれダメだよっていうのとかを、コートさんにこう、言われながらやってました。うん。1>, 1か所目は取れたんだけど、上だと思うんだよねって言って、上をね、 取ってるんですよ上側そそうそう2番目のスロットルあスロットルっていうのかな2番目のところ開けてでここをねあの何、ー、て言うんだろうな折って取り付ける形になるやつだったので、あのー、細いその部分を折り込んでぐる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 回しながら取るっていうのをやったんですよ。 何をやらかかかしたか勘のいいい人は分かると思います1個目、一番上と二番目を取ってあります。今現在、現状ね。で、このグラフィックボードを上のプロっていう書いてある、そこの上のところに置く、差し込んでみる。ここまっすぐここに差し込んでみる。するとどうでしょう取り付かない。 あれおかしいな。っていうのがこの時の私の心情です。気持ち。おかしいな。この位置なんだけどな。あれ斜めになるな。どうしよう。こんなことやってたんですよ。やらかしてますね。だいぶ痛いやらかし方をしてますね。あれ位置が違う。えここに入れるとそう。怒られたの、ここ。 せっかく合わせたのになんで間違えてるのって言ってねコードさんにね怒られたんですよ本当にすいませんでしたはい本来は2番目と3番目を開けてそこに取り付けをするはずだったんですけどアホな私はですね一番上のをね折っちゃったのここじゃなかったのそう一生懸命何回も合わせて確認してるんですけど違ったんですよ参加署面 本当はニットさんを開ければいいのに一番上を無駄に開けてしまって穴を作るっていうことをケースはね元には戻らないんだそうですはいあのー、差し込んでできるやつもあるらしいんですけどそうじゃなかったそうで違ったんですよねなので今現在はあのー、手直しをしてもらった状態になっていますはい これで無事にね2番目と3番目に取り付けてであのケースに付属で付いてきた網の部品を一番上の開けてしまった間違ってしまったところに取り付けをして穴の部分は塞いである状態ですはいこんな感じで出来上がりました配線は私ではなくて幸田さんに手伝ってもらってやって 突きましたーやったー <laughs> 本当にねやらかしたねうん、こればっかりはねあの、見てもらうと分かると思いますメッシュになってるんだよね一番上開けてしまったところこれね本来はあの、他のところと同じあの、丸がね並んでるやつがあるはずだったのにやらかしたんですよはいでパソコンをね作ってこう電気消してこうやってやってみたら本当にね青くて綺麗で 電源ついてよかったっていうのが最初の印象です。はい。あの、CPU を取り付けるときに、こう、ピン折りっていうのを捨てないかどうかっていうのがね、未だにこの時不安だったんですけど、ちゃんと動いたので、私、ピン折らなかったみたいです。ありがとうみんな <laughs> 本当にねあ、びっくりしながらやったんですよ。すっごいよね、マップにするともうこんな感じ。いっぱい柔らかしたけど、ちゃんと作れましたね、自作のパソコン。 動いてるところを見るときちんとあのなんていうんだっけクーラーのところの部分もちゃんと動いてるし CPU クーラーもちゃんとこれね動いてたんですよねよかった人は安心ですよこれでうんで本当にあのこのね青のライトが綺麗だったんだよねなのでねえっ、ー、とおもちゃの開封とかだとこうやってね電気がつくやつとかのおもちゃでめっちゃ楽しんでたんですけどこれもすごい綺麗だったので 部屋を暗くしてやってみました。ということで、ダイス不器用なダイスが作る自作のパソコン、最後まで出来上がりました。Twitter 等でご心配のご声をありがとうございました。ちなみに、ちゃちゃちゃさんにも相談して、やらかしましたっていうのを言ったところ、 このね、あの、名手になってるところのやつやらかしましたって言って、ご報告したところ爆笑されましたね。はい。こんな感じになってたんだよ、チャんさん。<laughs> やってるよね。危ないよね、私ね。うん。もう間違えないようにしようって思いました。はい。ということで、今回は自作のパソコン最後まで作り終わりました。無事に電源も入りました。 で購入したものをちょっとずつやっていたので少しねご紹介していこうかなと思います私が買ったのはこんな感じで DVD のドライブあとはメモリーがね16ギガにしたかったので8ギガが2枚と Core i7 インテルのですねそして JForce はこのメーカーさんの1063ギガを購入していますで奥にある箱がマザーボードの箱になっていて取り付けにめちゃくちゃ苦労した CPU クーラーとその手前には CPU クーラーのグリスがあります。はい。ということで、不器用な私でも自作のパソコンを作ることができました。当時ご心配してくださった皆さん、本当にありがとうございます。はいで不器用な、ね、私なので、本当にね、普通の人がパソコンどうしようかなっていうときには、自作のパソコンをね、もっとスムーズに作れると思います。うん。 今思うとあのパソコンの中がどうなってるのかなっていうところの部分だったりとかあのどういう風にできていてどういう部品があるのかっていうところも本当に勉強になりました。ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた See you